地下鉄南北線の札幌駅は、1日平均5万7000人が利用していますが、今後、新幹線の札幌延伸や旧札幌西部跡地の再開発ビルなどの建設により、1日平均8万2000人に増加する見込みです。このため、札幌市は混雑を解消するため、現在のホームの東側に新たなホームを増設します。現在のホームを麻布方面専用、 新たなホームを真駒内方面専用とし、再開発ビルと直結する改札口を設ける計画です。札幌市によりますと、ホームの増設工事は5月から始まり、旧札幌西部跡地の再開発ビルが完成する2028年度の完了を目指すということです。